じゃあちょっとコラボ、あ、それあれやねん、でもできやんかったん、結局なんか最新のさアップデートみたいなしてる人はできやんみたいな。まあそんなことどうでもいいんですよ。こんばんは久しぶりです。確かにでもお話し会来てくれてた人はさ今週久しぶりな感じしないかな。オンラインお話し会中毒になりました。嬉しい、いつもありがとうございます。お話し会みんな来てくれて。こんばんす、メイドスーちゃん飲んでめぐっと娘、なんかもうメイド来たっけってなったもん今。来たわちょっと前に来ましたね。情報ルあったか見に行く、お嬉しい、ありがとう。ちなみに今すっぴんなんですよ、ほんまにほんまにすっぴん、口は濡らして色なさすぎて。なんかさ眼鏡斜めってるよね、外そう。色味が気持ち悪い、なんかちょっと待って、明るさが。インスタライブやったらさ加工できんねんけどな、ショールームなんか無加工きつ。応援の時にかけてた眼鏡は違う、あれはほんまにブルーライトカットのやつ加工いるわ、かわいい、ありがとう。歪んでんのかな、卒業コンサート行くから待ってて、ってあかりさんの。ちょっと寂しいけど楽しみですね。ニャンスコラボ配信、えみかのもやってんの今、毛玉ついてた。これあれやねんな、ピボットドアさんの。やっぱり自分がイメージモデルしてるブランド着ないと。最近寒いからほんまになんか長袖の厚手のやつを着ちゃう。 TikTok 見てます、ありがとう。昨日更新したのみんな見た？あのインスタもツイッターにも載せてないけど、なんか制服のやつ、まだの方は終わったら見てください。コメントもな最初の30分ぐらい返信しててね、気づいてた？今日寒かったな、朝めっちゃ寒かった。アニョハセヨ、見た？見たよって、1位でした、ありがとう。あれ TikTok 投稿されて1分ぐらい誰もいいねしてくれへん、いつもあんま気づかんのやろな、自治子やんのや TikTok って。知らんかった、最近寒い、ほんまに寒すぎてもTikTok 通知来ると思ってた、投稿したら。こやんねんや、可愛すぎて友達送って、ありがとう。焼肉めっちゃ美味しかった、あの塩タンのネギ塩タン、ネギ塩タンのなんかついてるな、片面だけ焼いて食べるやつめっちゃ美味しかった。ストーリーで宣伝してて服買いました、おおそろっちかな、モデルスーちゃんかっこよかった、ありがとう。今からコメントしたら返してくる、どうやろ、でも全部に返さなあかんくなるから、いいねはします。そう、片面だけ焼いてくやつ美味しかった、美味しい焼肉屋さんに連れててもらった。わし覚えてないで、呼ぶの忘れてた。コンサートリハどうして、コンサートリハほんまに何も始まってない、まだまだ瀬戸利も知らない、完全版のね瀬戸利も知らないし、あの振り入れとかも何も始まってないです別件で忙しいんですよ今。でもそれも始まるからさ、もうすぐ、
ょっと不安、さすがに。コンサート関連はまだ何もしてないですね。うん、いつもでもこんなん2週間前から始まる練習。ありがとう。そう、ノーメイク、アメリカからおはよう。ありがとう。おはようなんや今。へえ、ストリ知らストリも知らない。サンライブともなんとなくは知ってるけど、曲順とかは知らないかな。月刊エンタメ買いに行ったら流れちゃった。残り1冊で運命感じた。嘘やん。皆さんゲットしてくれました？てか今日の日刊スポーツさんゲットしましたか？もうめちゃくちゃ熱い話をしたんです、あかりさんとみるさんと。サンライブ別々でどういうこと？黄緑の水着かいかね、あれめっちゃ珍しくて、私も初めて見た時、あ、黄緑なんやって思った。朝買った まだもう売り切れるで。もう今日終わっちゃう。日刊スポーツのさ宣伝ストーリーでした時さ、いつも同じ方がなゲットしたよって言ってくれるからな、みんなゲットしてるんかなと思ってちょっと心配になっちゃう。ゲットしてくれると信じてますけども。えポンさんとの撮影はほんまに楽しかったですね。ぶどうをこうやってなんかこう食べさすみたいなシチュエーションなんですよ。設定はなんかね、なんかポンさんは田舎から出てきた感じの、なんていうの、初々しい感じの女の子で、私は都会に住んでるシティガールっていうイメージですよっていう感じで、でも実はなんかスミレがこう攻める感じと思いきや、実はポンさんが攻めだったっていうなんか裏設定があるんですよ。って言われた、撮る時に。そうそう、なんで詳しくはあの紙面を見てください。ちなみに漫画アクションさんの時もシティガールっていう設定やったな、都会の。そう、複雑なんですよ。うん、そうそう、意外にスミレがグイグイ行くと思いきやポンさんがグイグイ行くという設定。なんかお風呂場で逆転してるんですよね、立場が。ちょっとメガネかけ、あれメガネ外してるんですよ、ポンさんのメガネ。私がライブ当たったでって、お、待ってます。インスタで読む、たまに見てる、毎日はちょっと見てない。あのインスタのストーリーとかのメンションはできるだけ見てます。ね、メガネめっちゃ似合ってた、現場でもね、メガネ似合うってなって可愛かった。実際ライブだけ当たったので楽しみにして、お、楽しみにしてください。アイティンさん卒業でちょうど100人目。そうなんや。お風呂場で立ってんの滑らんかった、あれね、滑らなかったですよ。カメラマンさんにさ、あの端っこにさ、浴槽の縁に立ってって言われて、そう、まあでも濡れてなかったから大丈夫だったけど、皆さんは真似しないでくださいね。危ないからね。メガネ姿、私はグラビアでメガネしたことないですね。でも楽しみにしててほしい、いつかする絶対。うん、
ブブカさんはメガネしてたんですけど、してるカットじゃなくてこう外してるカットが使われたね。テスト頑張ってね。ショールームお久しぶりですね。お久しぶりです。関西弁かわいい、ありがとう。お話し会メガネやったんですよね。メガネで盛り上がる。最近何してんのやろすみれ。仕事と何してるかな。なんかテレビとかもあんまちゃんと見てなくて、家にいるときはちょっとネットフリックスとかもちょっと最近あんまり見てないですね。焼肉めっちゃ美味しかった。ギャルス推しですって、ありがとう。ナイキ生とよく会いますか。会いませんね。昨日自主練行った時に7期生のレッスンが始まるタイミングで帰ったから、すみれがその時にあの挨拶だけしてくれたかな。いい記事、あ、そう、かまいたち NNB のいい記事載ってんねはカンテレ動画さんで見れるので、もう見れるのでぜひ見てください。アメトークで縄跳びダンスやってたもんって、かわいい。せも縄跳びダンスできるで。いた、パキ歌。ボイトレとか自主練とか以来ありがとう。これずっと取れへん、何これ、気になる。焼肉食べるときご飯食べますか。いつもは食べますけど昨日はご飯食べてません。でもチヂミとかも食べたよ、あのコースについてたから。7期になんて呼ばれてる、すみれさんかな。 TikTok コメントしてきた、ありがとう。インスタライブ今日しないですね。始球式よかった、ありがとう。スピン台湾から、ありがとう。スプレー、スプレー、今日から始まる NNB 新番組で私は収録参加してないんですね。わかんない、でもこれから参加するかもしれへん。アンケートとかは出してる。撮影前もかつ、最近は撮影前にとんかつは食べてない。そう、グラビアの撮影の時は食べないかな、お腹出るからさ。お昼、前日のお昼はあり、前日の夜はちょっと食べてないですね。最近たくさんご飯食べてる、いつも食べてんねんけどな、めっちゃ書いてないだけで。焼肉は炭塩が一番好き、うんです。トッピング、そう、リップだけ塗ってもう取れた。なんか NNB にショップ行ってきました、ありがとう。あ、今週ボムさん発売日やな、そういえば。よろしくお願いします。可愛い系ですよ最近、結構グラビアしっとり系クール系が多かったので、ボムさんはヘルシーな可愛い系な感じで撮っていただきました。鉄砲の歌も鉄砲隊、なんば鉄砲隊その9の鉄砲の歌って言ってめっちゃ笑っちゃった。
筋トレ毎日してんで、続けない意味ないからさ。でもしんどい時はストレッチでなんとか。前日の夜何食べるの？軽めにお鍋とか。今日のお昼それお鍋食べました、一人で。お家でね作ったんですよ。あのね、スーパーに売ってる馬鶏塩鍋の素みたいな、キューブみたいなのがこう個包装になってるんですけど、1人前で1キューブあのもらえるキューブもらえるんですよ。20プロごめんなさいそのキューブを何入れたら簡単に美味しくできるやつ食べますね、よく。最近さ、鍋のつゆの素とかさ、めっちゃ美味しいのいろいろ出てるじゃないですか。もう気になるの全部やりたい。こんばんち。ケータリングのお弁当、いやほんまにこの間のケータリングのお弁当は世界一美味しかった。撮影日朝は食べません。ヨーグルトとかは食べる、フルーツとか。でもおにぎりとかサンドイッチは食べないかな。終わってから食べます。あ、トップエルネオさんもゲットしてほしいんですよ。そういえば第1話のことについて喋りましたので。食事制限はしません、普段。そうそう、ポスターもついてるんですね。10周年本のポストカード、え、分からん、まだ見てないです。配信終わったらすぐ寝ま、お風呂入って寝ます。言うてもでも12時前ですよ。今日服どんなん？今日ピボットドアの、長袖のパーカー、これラフな感じです。一人で鍋作るんだって。あの鍋の話に戻るんですけど、あのさ、なんかもうカットされてるさ、白菜セットみたいな、わかります？野菜炒めセット、キャベツセットみたいな、ああいうのを、白菜セットみたいなやつをお鍋に入れて、お肉を入れて、それであのキューブを入れるだけ、簡単。そうそうキューブありがとうございます。鶏鍋が好き、鶏鍋、タッカンマリとか大好きですね。ケータリングのカレー美味しそうやった。アロエヨーグルト、それも大好き。ヨーグルトの中で2番目に好き。グラビア撮影何時間ぐらい？1ポーズ1時間ぐらいですね。なんか3着ある時は3時間で、まあ着替える時間とメイク入れたら5時間ぐらいですかね。トップエール読み応えあって、そう、そこがねいいんですよね。ミカニャンといつからコラボするって言ってません。言ったかもしれへんけど、コラボする予定ないなんかな、毎日会ってるからな、もう会うねんよ、毎日喋ってるからな。喋ることないねん逆に、配信で。ちょっと待って、よいしょ。お料理本買ったよって、私は出てないんですけど、めちゃくちゃあの読んでよかったので欲しくなりました。バーベキュー、ココナさんとのバーベキューいつ行ったんやったかな、8月忘れた。
暑い時に行きました。来月の関西豪華祭に戻るのでぜひ。わかる、美味しいね。BLT 私読めてないんですけど、そのなんか名前出してくれたって聞いてちょっと早く読みたいんです。闇鍋、闇鍋一回やってみたい。メーカーよ、普段ミカヤンとどんな話してる？もうなんかもう何の話、真面目な話はしません。変な話しかしやんな。コメント追いついた。闇鍋はなもうやばそう。6期生でやりたいですね。眠そう、うん、眠そうというか寝てた20分ぐらい。たくあんの塊それは塩辛いな、うん、ミルさんと何喋るか。この間ケータリングのチョコで何が一番美味しいかっていうのを喋りました。握手会、握手会じゃない、あのオンライン話し会の時に。カレンタンなんかシュークリームとか入れそうじゃない、闇鍋に。スミレはもう美味しいものしか入れませんよ。革靴意味わからん。それケータリングでチョコで、え、チョコみたいなお菓子バーっと置いてあって、この間なんかおしゃれなマカロンみたいな、モナカみたいなやつが来て美味しかった。寒天寒天、寒天あんま好きじゃない。こんにゃく入れたい。担々鍋、え、あれ知ってますか。この間テレビでやってたんですけどね、無印良品のあの担々スープ、レナタンじゃないですよ、あの担々スープっていう担々麺の担々の部分がスープになったやつをご飯にかけたらめっちゃ美味しいらしいんですよ。なので見つけたら絶対買おうと思って。そう、知ってる、食べたことありますか。めっちゃ美味しいねんて。そうそう、担々ご飯できるねん。もうそれお手軽料理大好きなんですよね。無印のカレーは美味しい。明日探しに行こうって、売れるわこれは、スミレが言ったから。あと何が美味しいって言ってたかな、あのね、あ、バームクーヘンは美味しいですよ。私の無印のバームクーヘンの好きな味は紅茶と抹茶とかぼちゃ、あとバナナ。バナナでもよりも私は紅茶が好きでしたね。全部やんって。でもそのぐらい種類あるね、めっちゃ。それを鍋にそう入れるともうめっちゃ出汁が出て美味しいんですよ。コーヒー飲まない、コーヒー家にね、スターバックスのコーヒーのやつが一箱なんかいただいたんですけど、ちょっとあんまり私は飲まないんですよね。あとはちょっと無印紹介配信みたいになってるんですけど、ね、あれも有名ですよね、もずくみたいな、あ、ちゃ、ネバネバスープ。明日無印行こうって。回してません、回し物じゃないです。髪の毛伸びたと思いません。春から一人暮らし
頑張ってね。一人暮らしって頑張るっていうか、でもなんか寂しそう。最初最近美容室行けてない。でも最近って言っても1週間ぐらい前に行ったかな。あとはあ、ちょっと鍋つながりで言うと、辛ラーメンをもう鍋のまま一人用の鍋に入れて、で溶けるチーズを入れて、それで溶き卵を入れて、もうそのまま鍋のまま食べるっていう究極にめんどくさい時はそうします。美味しいもんだって。うん、先チーズじゃなくて普通のピザ用チーズみたいなやつ。ほんまに洗い物増えるしさ、別に写真も撮らないから。鍋敷きは敷く食べるときにめしてろいやほんまに美味しいねん。やってな、みんな。今度こういうのめんどくさがりっていうのは違うんですよ。省エネって言うんですよで学生でも一人の時ってそんな、一人の時にそんなわざわざちゃんと綺麗な器に入れ替えて写真撮ってみたいな、そういう時はしますよ。誰かと食べる時はさ、なんか見た目とか気にするけど、一人でもパパパッと食べちゃう時は、鍋のまま食べる時とか全然あります。やば、もうこんな時間ですよ。もうそろそろ終わろうかな。あのサラダとかボウルのまま食べるときある。女の子の方が共感してくれるんやけど、嬉しいな。少しタイムはしません、すっぴんなので。みんなスメの SNS の可愛い写真を見てくださいご飯は炊飯器のまま食べん。それは予想よ。あぐらかいて食べそう。あのレッスンの休憩中とかみんなあぐらかいて食べるときありますけどね、椅子なかったらね。あ、わかる。コンビニの千切りキャベツは袋のまま、そのままあの個包装のドレッシング入れて混ぜて食べる、あるある。それはヨコッパラ漫才待ってるって。ドレッシング好きなの？わ、迷う。日による、日によります。すいません、ちょっと終わります次配信いつ出る、ちょっとほんまに今週が忙しいんですよ。そう、周年とかのリハが入ってくるとね、頭パンクするんでよろしくお願いします。偶然皆さんもありがとうございます。急に来てくれて。レジお話し会次20あれや、もうコンサート終わった後や。じゃあコンサートの感想など待ってますので。あとはね、そう、次世代コンと周年とあかりさん卒コン、よろしくお願いします。あとはボムさんが 来週発売です。はい、あと9日の、 あの周年のコンサートじゃなくてね、9日の周年劇場公演がありますので、要チェックでよろしくお願いします。あとあれ、今日なんかあの公文社さんから出る10周年フォトブック、フォトブックじゃない、記念ブックの公式アカウントができたそうなので、皆さんチェックしてください。とあと告知することはなんかな、あとはいろいろお楽しみにということです
インスタのフォロワーさんが9万8000人なので、あと1800、1700人ぐらいの方、ちょっとフォローしてください。10万人まであと少しなので、よろしくお願いします。告知しました、めっちゃ。うん、あ、地下鉄の、あ、そう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 、大阪観光局さんとコラボした地下鉄の周遊パスのポスター、あのだてだてだてのビジュアルのやつ、あれのポスターはまだどういうか、あれなのか他にあるのかちょっと知らないですけど、撮影はしたので多分乗るんじゃないかなと思うので、あの大阪の地下鉄の駅に貼られるらしいので、見つけたら教えてください。そう、大阪でしか見れないなの、だから皆さん大阪にね、ちょっと対策してなんか来ることがあればよろしくお願いします。そう、撮ったのよ、あのさ、チェックのさ、ワンピースのなんか茶色のやつの時に撮ったんです、大阪観光局さんの撮影の時に。それな気がする、私もまだね見てないんですよね、楽しみです。そうそう、秋のコーデのやつです。あとはなんか言っとくことないかな、ちょっと時間がない。何ですっけ、何ですっけ、周年のやつ言ったやろ、もうないかな。またなんか、あ、そう、 VR あの劇場公演で DMM さんとは別になんか VR で見れる配信がまた今日から始まったんですよ。なのでちょっとよろしくお願いします。明日配信しません。そう、 VR で見れるのでめっちゃすごいと思うね、あれ。めっちゃカメラもすごくたくさんあって、そう、近いとこで言うと9日のあれですかね、周年公演です。よろしくお願いします。あ、やばい、今日モバメ送ってないやん、すみれ、ごめんなさい、さっき言っときます、ごめんなさい、モバメ間に合わないです、絶対間に合ったら夜中に届くかもしれへんけど、ごめんね、ちょっと配信したから許して、ごめんなさい。朝送りますね、じゃあ。優しい、みんな、もうバメってごめんやん。ちょっとランキング見ます、ありがとうみんな。13位、ケイタン、ありがとうございます。12位、シンペイ、ありがとうございます。11位、テンコさん、ありがとうございます。11位、ヌヌさん、ありがとう、お、間違えた、10位、ヌヌさん、ありがとうございます。9位、アンケンさん、ありがとうございます。8位、クレーパースゆーちゃん、ありがとうございます。7位、アキピロマン、ありがとうございます。6位、岩手のヒロキティ、ありがとうございます。5位、末広さん、ありがとうございます。4位、みぞちさん、ありがとうございます。3位、ななちゃん、ありがとうございます。2位、げんさん、ありがとうございます。1位、トヨタ、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。今月はたくさんね、10周年関連のことなどいろいろあるので、皆さん体調に気をつけて頑張りましょう。明日の私の朝ごはんは、そうです、塩パンです。おやすみなさい、ゆっくり寝てください皆さん。明日も頑張ってね、バイバイ。